はい、皆さんこんにちは。パート36。え、なんでパート36？前回やったよね。ね、実はですね、この C0.5 のところ、僕は逃がしをね、バイトが、ここ外形ですよね、言ってしまえば。だけども、ボーリングまで加工しちゃいましょうってことで、1C ちょっと逃がしましょう。ね。それで安全を見て加工させましょうっていうことで、やりましたね。その計算式ちょっと間違ってました。あと、C1 ここもね、240まで行っちゃってましたね。なので、ちょっとこれを改めましてですね、ごめんなさいね。ここのところをね、ちょっとね、改めた形で、今回は一つ一つ丁寧にやっていきたいと思います。ね。間違いは正していきますのでね、ここをお許しください。それとね、あと皆さんにお伝えしたいことが一つあります。僕の動画、毎回配信するとですね、質問してくる方がいるんです。いろいろと。ここはどうやって計算しましたか？ここはどうしてこうなるんですか？あとはね、図面をね、写真を撮って送ってきて、これはどう加工させますかってね、まだ習いたての人ですよ、NC を。覚えたての人。ね、だけども、一生懸命聞いてくるんです。で、僕はそれに一つずつ答えていくんですけども、とても一生懸命差が伝わってきます。もう、ものすごくね、僕嬉しいです。そういう方、よくね、2級とかね、3級、2級、1級とかね、こんなのありますよね。でね、そう、必ずね、その方もね、3級すぐ行っちゃいますよ。でね、2級までも行っちゃいますよ。今のペースで行くと。このね、1ヶ月ちょっぐらいで、もう2級の図面出してきてますからね。そのぐらい、一生懸命プログラムを覚えようとしてます。すごいです。僕、感心します。涙が出てきます。そのぐらい素晴らしい。ね、立派。で、1級2とちょっとね、例えば歯車の手動計算とかね、そういったところも出てきちゃいますので、ここはね、ちょっとね、苦しいところかもしれないんですけども、この後特急ってあるんですよね。これ、特急ってね、何かっていうと、これ講師なんです。なので、僕は講師の資格なんです、これね。なので、どんどん聞いてくださいって、YouTube 無料じゃないですか。スクール行ったら学校行ってね、お金払ってやらなくてもできるじゃないですか。覚えられるじゃないですか。だからどんどん質問してください。ね。工業高校の方でもいいですよ。大学の方でもいいですよ。恥ずかしがらないでね。なんでこんな問題もわかんないのかって、そんなこと思わないです、僕は。ね。前にも話しましたけど、僕は小学校5年生から勉強しましたから。ね。だから全然恥ずかしくないんですよ。なので、一生懸命ね、っていうのはね、もう、今聞いてきて、どんどん聞いてくださる方から伝わってきますので、すごくね、立派、感銘を受けてます。うん。まあ、ちょっとこの話をね、ちょっと加えさせていただきたいなと思います。プログラマーってね、宝ですって言いましたよね。そういう時代ですよ。ね。じゃあ、ね、早速ね、始めさせていただきたいと思います。で、今回は、前回ちょっと間違いあったことで、こう、各ポイントを丁寧に説明していきますね。で、ここまではいいですよね。準備行動とか準備機能って言うんですけどね。ここまではいいですよね。ね。で、G01、G01 で、この C0.5 だけども、内径バイトで外径側を加工するから、危ないから C1 も使いましょう。少し逃がしたところから来ましょうって話で、この計算式になってますね。245ですけどね。2ミリ上、2ミリ、3ミリぐらい上ですね。で、Z はもう、マイナス 1.4 の価値。そこから G01 でここまで来ます。X242.064。ね。X はですよ。で、Z は、こう、座標点の位置ですから、0です。それでね、ここからここに降りるのに、ここに C がありますからね、気にしてください。これを C を気にしてください。でね、ポイントとしてはですね、今まで 0.468 足す、0.468 足す、1足す、1足すって言ってましたね。
この 0.468 を倍にした数値を覚えちゃいましょう。これ 0.936。 1だったら2ですね。で、200、ね、これ、ここから遡ってね、計算してもいいです。まあ、上から来てもいいですけども、わかりやすいのはね、ピッタンコの数字の方がいいですよね。だから240足す 0.936。2倍足しますもんね、X ね。で、ここに2を足せば、242.936 って出ますね。X242.936。これただ折れただけですよ。ね。よろしいですか？そうするとこの点がわかります。ここから C1 を降りるわけです。よろしいですかね。そうすると、C1 を降りるのに、F をね、任意に入れてください。F はね、これはアセンブリの製品ですから、ぴったんこ、ここにね、座面があるところにぴったんこつきます。中はこれ多分逃がしでしょうね。こういう形があるということは、相手部品があるという形です。相手はメスになってますね。で、こう逃がし、あとはなんか機能をつかむでしょうね、この辺ね。ベアリング入れる、ベアリング、これなんか入れるんでしょうね。まあ、そういった形ですね。で、F はね、ちょっと任意に入れてくださいね。で、断面は丁寧に走ってくださいね。で、242.936、あ、ごめんなさい、ね、ちょっとこれ書いちゃったんだね。936まで降りてきました。C1 ですから、Z。ね、Z は 0.468、0.468、0からですよ。ね。0.468 と1。ってことは 1.468 ってもうこれね、これも覚えちゃいましょう。ちょっとマイナス 1.468 って出ちゃいます。ね。こういうシンプルなものはね、覚えちゃうといいですよ。ね。とてもその方が、あとは自分がね、後々楽です。よろしいでしょうか。ね。で、この C のね、ここに来ました。そしたら、マイナス15、Z、マイナス15。で、まあ、F いくつかね、こう入れといてね。EOB。マイナス15。これも EOB ですね。そしたらずっと降りてきます。で、降りてくるところの距離がポイントなんですね。ちょっと書いておきますね。よろしいかな？ピンボケしないかな？ここね、45度で降りてきます。ね。だから計算していくとね、ここも45度なんですよ、実はね。角、ポン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 と書いておきましょうか。そうすると、ここ45度になるんですね。そうすると、タンジェント45度かける50。これ50ってどこから出てきたか。ごめんなさい。50っていうのはどこから出てきた？ね。90足す45のタンジェント50の答えから出てきたんです。ね。なので、15まで、ここまで来ましたね。Z15、今ここまでね。ここに行きたいですよね。そしたら、90足す50。ね、ここね。50なんですよ、言ってしまえば。どうやって引いたらいい？これ。こっちの方がわかる？あ、140って書いてありますね。50足したらね、140。そしたら、X140 点。で、F は任意に入れてくださいね。ね。F は任意に入れてください。で、ここは僕の推奨数の 0.03 ですね。こう、多分アセンブリでピタッとくっつきますからね。丁寧に加工しましょう。ね。で、140までここまで来ました。ここから来たら、こうずっと降りてきます。ね。45度にできます。で、Z90 ですね。じゃあね、X で、Z90 ってね、ちょっと、
入れときましょうか。あー、ごめんなさい。逆だ。X が 90.Z が50ですよね。45度ですからね。140-90 で50ですよね。だけども、50って入れてしまうと、これ間違いです。ノーザル、前回の玉ころを転がしてやったの覚えてます？玉ころころこうっと転がしてた時に、ここの50のぴったんこの位置にここにいたんじゃ、X って Z は行ききってないですよね。X は分かったけど。Z をもっと下ろしてあげないとここに来ないですよね。ね。だから、それが仮想刃先という、化け物だって言っちゃった。この0.8の時は 0.4 の価値なんですよ。化け物って言っちゃったね。だから、50.468 なんですよ。ね。まあ、マイナス入れるの忘れてましたね。Z マイナス5、楽しくいきましょうね。Z マイナス50って468ね。で、これも F を与えてあげますけども、この時はね、F0.1 ぐらいでいいでしょう。まあ、2に値ですって俺が、僕はね、言っちゃってもいけないんだけど。そしたら、もうここまで来ました。35。ね。35っていくつになりますかね。ちょっと計算してみます。どうでしょうね。15と50と35。15足す50足す35って100ね。ね、難しいことも僕言わないですよ。足し算と引き算でってね。そうしましたら、ここって、もうここまでいったら、Z マイナス100.。ねえ。まあ、X 決まっちゃってますからね。で、今度、C5 取るんですよ。C5。ねえ。どうしましょう ?C5。どうしますね、計算しますかね。90、まずじゃあ X から計算しましょうかね。90引くね、倍の数って言いましたね。5と5ですから10ですね。ね、でこれでまあ100になりますね。80になりますね。ここで80からマイナス、ここで、じゃあこっち行っちゃいましょうか。ごめんなさいね。これで、Z の場合は1回ですから 0.468。 これあくまでもね、ノーザル 0.8 使ってるんですよね。これここですよ。さあ、いくつになります？計算でき、ちょっとね、10秒ぐらい、20秒ぐらい待ちますか。ね。はい、いかがでしょうか。ね、ここまで来ました。ね、これね。Z100 いきました。C5 です。80で90で5だったら。ね。どうなりましょう。X 成り立ちませんよね。ね。これね、意地悪してるわけじゃないんですよ。覚えていただきたいのです。π 70にしますよ。ね。いいですか？
さあ、これ90か。いいですか ?90-5 ですね。10ですよね。それでもう80になっちゃいますよね。ね、ここに係数を、0.936 引いたら80以下ですよね。ちょっとここって成り立たないじゃないですか。まあ成り立たないっつってね、通り過ぎちゃってもいいんですよ。だけど、通り過ぎちゃってもいいけど、C5 はできないんですよ。ね。これを、こういうね、ところをね、一緒にね、学びましょうってね、いう話なんです。なんだろうな。ね、こういうね、引っ掛け問題もね、実はね、出てくるんですよ。一級クラスとかね、特に講師のね、あれちょっとね、これ、立って、これを、これのプログラムを、試験があるんですよ。やっぱり講師は講師なの。このプログラムを教育してください。ってね、そういった時に、パッてこれ図面見せられて、パパパパパパって、あ、成り立ちません。ってなるわけです。あ、というと、あ、わかりました。教えることはできますねっていうね、判断になるわけです。ね。わかります?で、じゃあ、まあ、90出ました。で、80から2を引くと、10を引、あ、10、90からね、10引きましたよね。で、80が出ましたから、80から0.936を引きますよね。すると、79.0.936。79.064 ですよってことです。ね。79.064っていうことなんです。で、Z は、ね、ここ、いくつでした?忘れちゃダメですよ。Z100 まで行ってるわけですよね。そうすると、100-1-0って言うのかしですよ。そうすると、101.468 ですよ。これもう暗算でできますよね。100ですからね。15-50-35はこの視点でしたね。100。だから、言ってしまえばこの0、0.468 と1足すと 1.468 ってこういうの頭に入れちゃうんです。ね。そうするとこれが出てきます。ね。まあ、F の値ってね、入れていっていただいて、F の値って入れていただいて、そしたら、こっからこっちの走るわけですね。そうするともう、120です。そうするとね、皆さん、ここで勘違いしやすいのも、120って引き出しに出てるから、120って書きたくなるんです。これ気持ちよくわかりますけど、原点から15ずれてるわけです。ね、1は。なので、Z-120、115。135ですね。で、これも F を与えておきますよ。0.05 ぐらいで与えておきますかね。ね。これで終わりになるわけです。よろしいですか?各ポイントの間違いやすいようなところ、あと図面がおかしいよっていうところ、ね。そういうところを加味した形で、説明をしましたけれども、よろしいですか?ああ、なるほどね。そうなるんだ。ね。そこね、ちょっと覚えていただければな。
と思います。それで、ここまで来たら、いきなりね、ビヨッと戻んないでくださいね。U は、G01 に変えますね。00に変えますね。G01 に来ましたが、G0 で U は、例えばマイナス 2.入れたとしましょう。ビュッ。ね。で、Z はね、もうね、これよりも全然こっちを押しちゃっていいです。ってことは、Z で、まあ、インクレメンタルと、アブソリュートね、同時に使ってもいいですから。ね。大丈夫ですからね。もし、不安であれば、W で示してもいいですよ。あと、120を出すと15で、135でしたね。これ135。135でも逃がします。ね。わかります?ここ理解していただきたいんです。もしあれだったら、プラス135よりも逃がす。2ミリぐらい逃がしましょう。137ぐらいにしましょう。そうするとこの辺まで来ます。この辺までかな。来ます。そしたら、あとは G の 28U0.W0.で M08 で水を止めますよ。で、M の01で終わりますよということです。手入れちゃダメなら終わりますよということですね。よろしいですか?こういうね、引っ掛け問題。80成り立たない。ね、よろしいかな。ね、間違ってるね、間違ってるところ気がついていただける。あと、ここ違うんじゃないの。あと、ここは僕が計算するとこうなってるんだけど、どうしてこうなっちゃったの?そういうね、ご質問が来るとね、とても嬉しい。ちゃんと計算してるな。前回ね、ね、こうですよ、こうですよって、意地悪してるわけじゃないということだけはご理解ください。知ってほしいんです。とにかく、知ってほしいんです。でね、前向きな人はとてもね、質問たくさん来ます。その前向きになってもらいたいんです。絶対皆さん分かるようになります。僕保証します。ね。よろしいでしょうか。ではパート36。で、36の方ね、前の動画消しますよ。ね。よろしいですか。でね、ここにね、見える?こっち、直接ね、ください。まあ、LINE でもいいですけどね。LINE でもね、これ読めればね、こっちでもいいですけども。まあ、LINE の方がね、いろんなね、あれもいいかもしれないけど。ね、こんな感じです。ね。で、僕自身も、実は、ちょっとね、今、ちょっと重い病気にかかってまして、なかなか動画を上げることが困難になってくる状況もある。今後あるかと思います。今日も病院行ってきたんですけども、会社休んで。なのですけども、まあそんな中であげてますので、皆さん一生懸命、取り組んでらっしゃ、勉強してる方もいらっしゃいますので、僕も頑張ります。ね。なので、よろしくお願いします。では、これね、こんな簡単になるんですよ。ね。いいねボタンを押していただけるととても嬉しいです。チャンネル登録の方もね、していただけるとね、よろしく、いいです。とても嬉しいです。で、これね、パートいくつまでいくかな ?100 ぐらいまでいくなかな。したらこの簡単 NC プログラムから応用とかね、あとフライスとか、マシングに変えてもいいですけども、それは皆さんのご意見をいただいて、皆さんに合わせた形でやっていきたいと思いますのでね、ご意見をたくさんください。よろしくお願い申し上げます。以上で、パート36終わりにさせていただきたいと思います。
あのね、何名か視聴したなっていうのを確認してからパート、前のパート3に消しますのでね、お願いしますね。